千葉県外房を舞台にお送りするディーズソルトセカンド。まずはおかっぱりからのアプローチでマーチを狙う。プラにいらっしゃったって言ったんですけど、はいはいはい、どうだったんですかその。いや基本的には魚いないっすね。もうアジが全然ダメで、ただ、一箇所本当に局地的に魚が、まあ、アジが釣れてるところがあるので、ちょっとユーマ詰めはそこでやりたいって感じですかね。なんか話によると大きい魚も釣れる。ああ、そうなんですよ。そのまあトラウトで有名な松本幸男っていう、まあアングラーというか、まあやつがいてで松本くんから電話がかかってきて、そのアジが入ってて、そのアジを、ってヒラマサが入ってきてるよって言って、でその釣れたアジを背掛けにして泳がせたら一発で食ったって言ってて、でそれ港からなんですけど、それが 11.6 キロあったって言ってました。試し釣りで訪れたというこの港、何度釣り仲間がアジの泳がせでヒラマサの11キロオーバーを釣り上げたとのこと。もちろん狙いのマーチも連発したという。明るいうちにデイゲームが展開できるか期待だ。はい、ここはですね、千葉県の勝浦市の、豊浜漁港ですね。まあ今豊浜漁港って呼んでるんですけど、旧、新賀漁港という堤防です。で、これからですね、ユーマ詰めを迎えるわけなんですけど、実はこの堤防昨日結構アジが入ってて、アジとかムツとか入ってて、ちなみになんですが、その魚たちを追ってヒラマサとかも昨日入ってきたぐらい、今ちょっと激アツなところなんですよ。なのでちょっとここでスタートしてみたいと思います。でちなみに、まあ、スタートするのは 1.5 グラムのジグヘッド、まあ、単体ジグタンでこれでいってみます。この秋発売の、アジングジグヘッドだったかな、はい、TG、うん、はい、まずはタングステンの 1.5 グラムのジグヘッドからスタート。さて、それではじゃあ1投目。最近結構ちっちゃなベイトが多くて、5センチぐらいのイワシなんですけど、さっきもちょろちょろと見えたんですけど、それがいるからいろんな魚が寄ってきてるんですよ。ほんとまさになんか生態系って感じで、その小さなイワシが入ってきて、アジとかムツとかが入ってきて、さらにそれを食べる大型の、まあ、青物だったり、さっきそれこそこの堤防でヒラメとかも釣れてたんで、結構潮が速いですね。左から右に流れてますね。自分が立ってるところが、あの港口の本当に船道のところなんですけど、ここはですね、沖が逆に、浅くなってて、で手前側が逆に深くなってて、で波が来て、で浅いところから、まあ、沖側にさらしがあるんですけど、その波が手前を通ってこういう風に沖でまた戻っていくような感じなんですよね。だから結構今、まあ、徐々に潮位も上がってくるっていうのもあるんですけど、波も今日ちょっと高いんで、やっぱその分流れが強いですね。であとここは常夜灯がないポイントなんで、やっぱり地合いとしては暗くなるまでですかね。本来だったら日没、まあ、太陽が、まあ、山の稜線に隠れてからぐらいからスタートするんですけど、まあ、昨日の状況とかだと魚が多いんで、多分もうちょっと早めに食ってくれるんじゃないのかなって気はしてますけどね。ほらベイトがちょっと大きいですね。あれ7センチぐらいあるかな。多分カタクチイワシの子供だと思います。足元にはイワシの稚魚らしいベイトフィッシュが群れている。ロットが、月下美人エアーの AGS、アジングの 65LS っていうのに、リールがですねバリスティック LT の 2000SSP っていうものですね。でラインが今 P の、0.155 にフロロの3ポンドをショートリーダーで今つけてます。なんと P ラインは 0.155 極限に近いライトラインでのゲームだ。
お、来た。さあ何でしょうか。ここでヒット。お、黄色い。あ、ちょっと赤い。あ、ムツ。ムツです。これもこれからの時期、この秋から冬にかけて外房のすごいいいターゲットなんですよ。アジと並ぶこのライトゲームの高ターゲットですね。まずはムツをキャッチ、ね、ムツは歯が鋭いんで、ほらこの歯、これで結構スパスパリーダー切られちゃうんですよ。よし、じゃあありがとう、はい、バイバーイ。昨日のパターンからするとやっぱアジの方が下な気がしますね、まあ、特にこの時間は。ここで深く沈めて狙ってみる。当たった。あー、かかって、あ、かかってる。さあこれはどっちだろう。これで連続ヒット。さあこれはどっちだろう。どっちかな。お、ちょっと、あ、黄色いと思ったけど同じだった。まあね、これはこれで楽しいですけどね。ね、でも本当美味しそうだもんな。マジではないが、2尾目のムツをキャッチ。食べても美味しい魚でゲームとしては楽しめるターゲットだ。ちょっとタックルを変えます。最近自分が結構ハマってるリグ。ここでタックルとリグ、仕掛けを変更する。こんな感じの、要はダウンショットリグですね。ただ3箇所をこうやってプップップって結ぶだけで簡単にリグは作れるので、自分は結構このミツマタサルカンとかは使っちゃいますね。で、下は普通にナス型おもりで。何号？今はこれには2号ですね。そうですね、今使ってる竿が、月下ビーチの EXAGS の、711MLST ってやつなんですけど、要はもう基本的にキャロロッド。でリールがちなみにセルテートの LT の 2500S の XH に、P の 0.4 号ですね。でその下にフロロのリーダー6ポンドが 1m ぐらい入って、でさっきのミツマタサルカンって感じですね。でエダスが今は4ポンド、フロロの4ポンドに、下のステイトが、フロロの2号かな。送った。おお。ここで狙い通りヒット。さあ何でしょう。軽い。軽いということはもしかしたら魚種が違うんじゃないですか。サイズは可愛いけども、もしかして、もしかして狙ってたやつかな。どうかな、どうかな。あ、落ちた。アジでしたね。作戦はでも成功ですよ。今変えて1投目ですもん。キャッチ寸前で針から外れたのはマージだった。これだよ、これ。試合の前にちょっと無理くり釣りましょう。お、当たった。お、くたくたくた。あ、外れた。お、まだ、お、まだ来た。お、これは軽いぞ。ということはさっきぐらいの味かもしれない。ほら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 、よいしょ。ちっちゃいけどやったー。アジです。ダウンショット作戦成功ですね。作戦成功。可愛いですけどね。はい、ありがとう。よし、もう一匹。待望のアジをキャッチした渡辺、ヒットパターンを再現すべく同じ釣り方、同じスポット、同じレンジで探り直してみる。
渡った。ほら、ほら食った。連発連発。お、これもアジでしょう。これもアジでしょう。いや、これ貴重ですよ、この千葉でこういうデイアジング。あ、これはアジか。おー、やった。やったー。おー、サイズアップ。おー、やった。貴重ですよ。なかなか特にこの近年あんまりアジの群れが寄ることがちょっと少なくなってるんで、本当にタイミング今いいんすよ。2尾目にしてサイズアップに成功。レンジが深いと判断しダウンショットリグに変更した渡辺。その狙いが功を奏しアジの3連続ヒットとなった。松目のチャンスは続いている。さらなるサイズアップ連発に期待だ。ありがとう。いや、自分地元だから分かりますけど、結構だからレアなんですよ。なかなか最近やっぱりこういう明るい時間帯にこうやって連発することってないので。いや、だから楽しい。地元でもレアだというこの状況、釣り人の多い激戦区千葉県でアジのデーゲームが成立することは少ないという。こまめに現場を訪れ情報を集めているからこそ出会えることであろう。おー、食った。あー、バレた。おー、また食った。ここで再びヒット。これで4連続ヒットとなり、ヒットパターンを掴んだと言っていいだろう。あ、待って違う。アジだった。多分じゃあ最初にかかったのもアジだったんだな、きっと。アジタイム突入してきたかな。16時です。あ、やっぱり16時ですね。ほら、狙い通りです。そう、今日だから16時から食いますよってちゃんと予言してたんですよ。でもちょっと早かったですね、食ったの。だからこれ無理くり、あの、このダウンショットで。そうです、無理くり食わせた。秋のアジングゲームをお送りする今回のディーズソルトセカンド。初日、激戦区の千葉県外房のデイゲームで両方のアジを連発した渡辺。2日目は小松のアジの乗り合い戦でルアーフィッシングに挑戦。バチコンゲームを展開する。江戸川放水路を抜け横浜川崎方面のポイントへ向かう。およそ1時間ポイントに到着。今回小マセのアジ釣り船に同乗し、あえてルアーで狙う渡辺。最近はこういった船も徐々に増えてきている。よし、じゃあ始めてみます。まずはこの軽村から行きましょうか。仕掛けはおかっぱりの釣りでも使用したダウンショットリグだ。よし、じゃあスタート。まあ、基本的な釣り方なんですけど、まあ重りを着底させて、着底しましたね。着底したら、まあちょっとシェイクアクションさせてポーズで、この時に重りはあんまり、まあ、動かさないというか浮かさない程度にシェイクして止める。アクションさせて止める。あとは、まあ、巻きながら、こういうふうにリトリーブしながらシェイクして、この巻き上げとか、あとは逆にこういうふうに下げていく、フォールさせる。ゆっくりフォールさせたり、あと場合によっては、まあ重りこうやって着底させてずっとこのまま放置ステイ。ワームのカラーもすごくこの釣りやっぱ重要で、そのカラーが違うだけで当たる当たらないっていうのが結構差が出る釣りなんですよ。
なので特にその、まあ、当たりがない時とか、まあ、その日の前半とかはどん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 色を変えてあげた方がいいかもしれないですね。でなるべく早くその正解にたどり着く。だ要はもう当たりがないのにずっとダラダラ同じカラー使ったり同じ釣り方を し続けるのはやっぱダメですね。あ、やっぱフグがいるんですね。グローカラーで。ここでケイムラカラーからグローへチェンジ。まずは早めのローテーションで当たりカラーを探っていく。おお、立った。おい、巻き上げ。ここで狙い通りヒット。巻き上げです。シェイクしながらの巻き上げですね。そんな大きくないですね。はい、かわいい。やっぱ当たってるのはこのサイズなんですね。かわいいサイズ。もう20センチもないぐらい。まあ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 、これはまあ今の一つの答えかもしれないですね。イエイ。1尾目は控えめなサイズ。さらなるサイズアップを狙う。よし。今使ってるタックルがですね、月下美人エアーの AGS アジングボートの 64LSS っていうモデルですね。でリールが、月下美人 EX にスプールを、RCS の2004をつけてます。で P が 0.45。一回巻き上げやってみましょうか。ほらね、やっぱりこれなんですよ。シェイクしながらの巻き上げで再びヒット。なんかサバもいるみたいですけどね、多分これはアジだ。さっきよりはちょっとサイズがいいかも。あ、変わんねえか。ちょっとはでも良くなったか。やっぱ巻き上げっすね。あ、落ちそう落ちそう。あ、落ちた。もう一回やってみますか。これぐらいのスピード感でちょっと巻き上げていきます。巻き上げのヒットパターンを再現すべく再び試してみる。当たらない。もう一回。おい、来た。うい、はまってる。これで3連続ヒット。この日のヒットパターンと言えるだろう。いや、楽しい。おう、お、サイズアップ、イエーイ。おっしゃ、いいサイズ、やった。うい、お、幅広のいい味、やった。今のも巻き上げですね。このパターンが今ハマってます。サイズアップに成功。早くもヒットパターンを見出したか。引き続きまずは尺、30センチオーバーを狙う。あと自分この東京湾のバチコンを始めてみて思ったのが、最初まあ自分おかっぱりのがメインでやってるので、まあ、特にこういうアジングっていうのは感度がやっぱ大事だと思うんですよね。なのでもっとシャッキリしたロッド、もう要はアジングのジグタンロッドみたいにピーンと張ったロッドの方が自分は感度がいいと思ってたんですよ。でそれでバチコンとかやってみたら意外とダメで、ダメっていうのは特
当然船って揺れるじゃないですか。で、その揺れた時のなんていうのかな、その硬い竿、張りのある竿だとテンションが抜けるかかる抜けるかかるの要は0か100かみたいなところになっちゃうのですごい疲れるんですよ。要はずっと腕でこういう風に追従させなきゃいけない、常にいいところを自分の腕で、コントロールしなきゃいけないんですけど、ある程度こういう風にこの竿もそうなんですけど、ティップがこういう風に入ってくれるとこのティップがこうやってカバーしてくれるんですよね。で要は常にいい感じのテンションを、保ってくれるので、逆にこっちの方が感度がいいっていうのが、おお当たった今放置分かったんですよ。これはだからなんかおかっぱりとやっぱ船との違いだなっていうのはその時おー引く引く思いましたね。おー楽しいね、これが日中にもこうやってもう連発おーしますからね、楽しい楽しい。でビシとかがない分こうやって引きもダイレクトに楽しめますからね。お、これもいい方、よいしょ、ボトム放置これはいい方ですね、幅広でやった。これは幅広でかっこいい味だな。ワームはこの夜行です、大好き、信頼と実績のグローからなんかもう答え見つけちゃったな、なんかこのカラーと、まあ今のはあれでしたけどね、そのボトム放置でしたけど、多分巻き上げとかの方が当たりは多分多いかもしれないです。いやー楽しい両肩のアーチをキャッチした渡辺、今度はアクションをつけずに誘ってみる。ほら当たった、ほらね、今何もしてないんですよ。お、やっぱりサイズがちょっと下の方がいいかもしれないですね。豆ではない。おお、やっぱこれもいい味。ほら、おいやっぱボトムだ。まあそこから今 1.5 ぐらいですかね。これもいい味、幅広の美味しそうな。やった。